こんにちは、こんちゃんです。皆さん、今年も一年ありがとうございました。今年はまあ私にとってですね、本当にいろんなことがありまして。まあ最初から語りますと、クンプノートさんの月の雫コンテストで最優秀賞を、いただきまして。その後もですね、本に出させていただいたり、邦楽ジャーナルさんに出させていただいたり、まあ和楽器バンドの神永さんのね、特別賞で篠笛フェスタにも行かせていただきました。その後いろいろご縁がありまして、イッソ先生に動画に出演いただきまして、なんか YouTuber こんちゃんとしてね、徳島のイベントにね、藤本先生っていうね、素晴らしいお琴の先生がいるんですけど、藤本先生に出させていただいたりで、本当にもういろんなことがあって、まあ来年は来年でね、すごい、もう1月1日から、1月1日発送のね、ある楽器、もうツイッターの方でちょっと言っちゃったんですけど、もうちょっと業界的に、ん?っていう 業界的に、ん?って思うよね。やったりね、本当にいろいろやっていきたいと思います。皆さんありがとうございます、本当にね。まあ今年1年を振り返りましてね、本当にいろんなことがありましてね、正直ですね、振り返ることができないです。まずこのお家ですね、このお家。なんか暗いですね。朝なんですけどね、今、大晦日の。暗いですよね。曲持ってるんですかね。もうね、本当にね、いろんなことがあったんですよ。引っ越しもしましたしね。で、まあ、そのいろんなことがまあある中でですね、まあとりあえず大晦日なんでね、一応この動画の前にね、2つね、ヨシノンとリペさんとの動画上げてると思いますね。まあ、そういうことがね、まあいろいろね、ありつつね、まあちょっと大晦日なんでね、まあじっくりね、しんみりしたことからね、まあちょっと面白いこととかいろいろやっていきたいと思いますのでね、噛んだ。大晦日だよ。こんちゃん動画スペシャルやっていきたいと思います。ではね、まず最初にですね。まあ、大晦日なんで、まあ、ちょっとしんみりしましょうよ。三輪信奉流の新撰監督2曲って言って、基本的に無開示、虚礼、虚空っていうこの3曲がですね、古典邦曲において一番大切な曲って言われてるんですけど、三輪信奉流ではね、それに匹敵するぐらい、すごい、神をね、神の気配を感じる曲というのがあります。ちょっとそれをね、吹いていきたいと思います。1曲、関心事。
前半パートね、やらせて、まあこれはあの、まあ、初代か2代か分かんないですけどね、マタノ診療のね、感ですね。あの非常にね、趣が深い感じになります。はい、ではですね、まあ、あの本日ですね、まあ、あの今年のことも振り返りながら、まあ、いろんなことね、していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあ、あのとりあえずですね、まあ、今年ですね、まあ、いろんな缶をまた買ったわけなんですよ。いろんな缶を買ったりね、いろんなことがありました。例えばですね、はい、蘭州缶のね、出走巻きですね。で、ちょっとこれ試してみたいことがありますのでね、やってみたいと思います。いきますよ。はい、っていう 吹けない あのまだ吹けないですけど、このね、あの缶にですね、まあ、今年いろいろありましてね、あの電動マッサージの刺激を与えると何が忍ぶえん何が良くなるんじゃないかと 最後にお前は何をしてるのとね、今年の最後にお前は何をしてるのと思うんですけど、電動マッサージ機をね、あの今年もありがとうっていう、まあ、あんまり忍ぶ絵なんでね、思いっきりの刺激も良くないと思うんですけど、連動マッサージのですね大晦日に何やってるんですよね。電動マッサージ機の刺激をですね上げると、あのそれでですね笛の鳴りが良くなるんじゃないかと。この前秀勝館の方でですね、後ろから吹きましたよね。で、実はそれって、あの電動マッサージの刺激を与えることで同じっていうか、それ以上のね、鳴りの良さが鳴ると。なんでかっていうと、このっていうので、これ結構なる、あのここで吹いててだんだん缶が成長していくのは、この吹いてる振動が伝わっていくからと。でもよく考えると、このあんまり後ろからってね、その寝吹きの方ぐらいしか吹かないと思うんですよ。で、後ろからね、だんだんガンガン吹いていくと、とか振動与えると、もっとどん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 感は良くなるんじゃないかとね、いうところです。ということで、だいぶね、いろんな、でも温まりもするよね。温まりもしたしね、振動も与えました。これで感がすごく良くなったらいいなということですね。はい、今年最後の実験です。電動マッサージを当ててみて、感を後ろから吹いてみると、振動の感じから言って全体がすごく良くなるんじゃないかというね。はい。
ある生還者さんの方に聞きました。ある生還者さんの方にね聞きました。ちょっとやってみたいと思います。ですか。まあ確かにね、なんかこうスッとね、スッと当てる前よりも電動マッサージ機を当てる前よりもスッとしたようなね気がします。はい、皆さん聞かれてどうでしたか。で、立平さんの缶はもうすでにいろんな意味でね、電動でマッサージ済みらしいので、もしね、皆さん気になる方はね、立平さんの缶以外でね、されてみてください。いろんなこと自己責任で。いろんなことを自己責任でお願いします。はい。まあ、私もね、ちょっとね、まあ、検証してみないとということでね、今回させていただきました。はい、じゃあ、まあ、ちょっとね、いろいろね、いろいろ、まあ、今年のことをね、そうまとめしながらいろんなことをやっていきたいと思います。マルサド。問題のマルサドですね。マルサド、光る玉木を手に入れるためにはこの丸の内サディスティックっていうのを吹かなきゃいけないと。はい、光る玉木を手に入れるためには丸の内サディスティックを吹かなきゃいけないらしいんですけど、皆さんどうですかね、新着状況。この光る玉木ね、争奪戦やっぱ光るのいいですよね。夏祭りとかに光りたいですよね。まあ、もしかしたらですね、立平さんにね、めちゃめちゃ皆さんがね、もう言いまくればね、よこせと言いまくれば、マルサド、もしかしたら普通に販売もあるかもしれないですけど、まあ、とりあえずこの3巻プレゼントということでね、せっかくやからタダでもらっとろうって、せっかくやタダでもらっとろうというこの企画ですよね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。じゃあちょっとね、マルサド拭いてみましょうか。ちょっと待ってくださいね。まあ、うまいことね、うまいこと私自身もね、うまいことできるかなと。
はい、というね、感じでした。皆さんいかがだったでしょうか。ウィンウィンしてましたね。秀勝さんはね、確かっていうか、100万円スペシャルの方でね、金田丸のね、六本上司ね、と、あと02ですね。あと群青ですね。よかったですね。金田丸はめちゃめちゃね、あれからね、結構、光くんも金田丸注文されてて、あともう一人かね、金田丸注文見たんですけどね、めっちゃよかったですね。で、まあ、同じ六本上司なんで、篠すすかこのいにしえかっていうところでね、まあ動画でも言ったんですけど、音色はやっぱり金田丸さん好きですね。まあただ僕はやっぱりこう吹き込みたいんですね。あれはすすしのかすすまってところなんですよ。で、まあどちらかというと、この、布袋地君に近かったかな。ね。この音ね。このマルサディスティックでもそうなんですけど、例えばこの乱情感とイニシエッティと、筋リップ感で全然音が違いますよね。全然音が違いますので、まあ、その各生還したのいろんなやつのね、やっぱり全然違いますし、あ、やっぱ笛は増えていくんですよね、やっぱりね。で、やっぱり自分の好きなものが見つかったら、もうね、それを吹き続けるしかないみたいなね。今年の大晦日にどれだけ物欲動画出しとんねんみたいなね、話ですけどね。クリスマスソングはね、いまいちね、結局ね、仕上がらなくて、今日は紅白歌合戦なんですよ。紅白歌合戦なんでね、菅田将暉さんのね、間違い探してますよ。はい。こんな感じですね。これ5本調子でね、トラフも沼音でしょなんかこう、堀江さんが言ってました、やっぱりね、トラフってね、吐息までね、はぁっていう吐息まで、この、音にしてくれると。やっぱりこういうのね、すごくいいと思いますね。はい。しのべ学さんからも出てるのでね、また気になる方は吹いてみてください。はい。で、実はですね、この、
山岳笛とかトラフとか、まあいろいろね、あった中でですね、金田丸とかですね、まあいろいろあった中ね、一応蘭嬢先生に今、私、僕が考えた篠笛尺八かな、よくわかんない。新しい感じの、ちょっと笛を、まあ頼んでまして、で、まあ、来年もね、お楽しみと。あと、まあ、来年1月1日からね、すごいものがね、うちに来ます。ツイッターで言ったんですけど、まあ、それもね、楽しみにされてください。で、まあ、そんなこんなね、尺八とかね、いろいろやってるんですけど、これ見てください。ジアンさんね、実はジアンさんも今年なんですよね。ジアンさんも今年。もうびっくりでしょ。ジアンさんが今年ってことにびっくりでしょ。で、アニソン尺八、アニソン流を開くよ、みたいなのも今年で。おかげさまでね、まあ、30人ちょっとね、会員の皆さんも行ってくださって、結局何をするんだ、みたいな感じでね、アニソンたくさん自由に吹くんだ、みたいな。で、来年ですね、一太郎さんとかもちょっとね、プロジェクト考えて、アニソン流の。ね、今年はまあ第一弾ですね。今年は第一弾で一応、ポケモンシーンの方を流行らそうかなって思って、ポケモンシーンを吹いてました。ね。ポケモンシーンを吹いてました。また、その動画は、リペさんが編集してからくださるそうなので、またね、ぜひね、その動画、またあげますのでね、見ていただきたいんですけどね。はい。ね。すごいでしょ？はい。篠笛はね、進化するんですね。はい。ということですね。まあ、安野さんのね、蛇口もね、あったり。ね、はい。ね、水の呼吸。水の呼吸。水の呼吸って。水の呼吸ってね。はい。まあ、いろいろね、ありました。で、この、グレンゲ。あー、すいませんね。僕、グレンカって言ってグレンゲーです。恥ずかしい。僕ね、このね、このグレンゲね、実は、絶対流行ると思ってて、てか、鬼滅の刃っていうのが、実はかなり人気があることを、まあ僕、ジャンプ買ってるんで、こんなに、ここまで流行ると思ってなかったですよ。ここまで流行ると思ってなかったんですけど、やっぱりリサさんと鬼滅の刃っていうことで、まあ、僕の過去動画漁ってもらったらわかると思うんですけど、絶対流行ると思って、もう、かなり早い段階でグレンゲを扱ってると思うんですよ、動画で。かなり早い段階で。で、ここに来て、バーン盛り上がって、バーン盛り上がったらみんないろんな演奏家の方がしてくれるでしょ。で、僕のね、僕スプーンとかもね、たまにね、聞いててね、スプーンでやってるエレアさんとかね、あと、この前やったらレナさんね、レナさんがしてくれましたし、あと、クープノートのね、先生のもね、イサナミュージックチャンネルさんも、なんとこの最新の動画ですね、このグレンゲ上げてくれてるんですよ。グレンゲ。ぜひ皆さん聞いてみてくださいね。ね。で、まあ、アニソン流としてもね、まあ、とりあえず解説動画したんですけどね、まあ、今日、皆さんめちゃくちゃ楽しみでしょう。僕もめちゃくちゃ楽しみです。リサさんがですね、グレンゲをやってくれると。まあ、一応、私もね、ちょこちょこ練習はしたんですよ。ちょこちょこ。本当にちょこちょこですけどね。ちょこちょこ練習をしたんでね。まあ、ちょっと一曲ね、やらせてください。一曲やらせてください。ちょっと待ってですね。来年ね、和楽器のベースナンバーになるスタダノーになってるんですね。
ナさんのね、こととね、レナさんのことと尺八合わすと気持ちいいですね。本当に気持ちいい。やっぱこれね、琴と尺八合うんでね、皆さんもぜひね、なんか演奏会とか尺八琴ね、あとまあ、しのぶえとも合いますよ。しのぶえとも合いますよ。しのぶえと合わせましょうか。ちょっと待ってくださいね。しのぶえ、しのぶえ。よいしょ、せっかくなんで。チャブエですね、チャブエ。しのぶえペーストのね、景品でいただきました。よいしょ。待ってくださいね。忍ぶえの時はっていう感じね。ちょっと準備がね、心の準備が必要なのを忘れてました。はい、最近尺八ばっかり吹いてました。これすいません、すいません、すいませんということですね。まあまあそんなこともねあったりしてね、はい、私これ今吹きましたよね、吹きましたよね。はい、ジアンメイのアニソン流尺八も今年から出ました。まあ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 、本当にね、本当にもう今年はもう本当、石戸先生のお家も行きましたしね、ありがたい話ばっかりでね、来年もね、その、ちょっとね、いろんなことをね、していきたいと思います。本当に。あとまあなんか今年のスペシャルで言い忘れたことってないかな、ないかな、いけますかね。はい、まあいろんな、ガチいろんなことしましたね、今ね。ということですね。まあ今年もね、皆さんね、本当にありがとうございました。まああと来年もね、なんかまあちょっとね、やらかしていきたいと思いますのでね、ぜひね、よろしければね、お付き合いください。まあなんかまたあとなんかしてほしい、してほしいって、これね、これ企画なんですけど、企画っていうか、聞きかじってね、してほしいとかね、あったらね、また私ね、何でもまあできることがあればしたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今年もね、1年ね、本当にね、皆さんね、おかげさまでね、すごく楽しい、めちゃくちゃ楽しいね、1年を送りすることができました。で、丸の内スタディスティックね、光る玉木ですね、私、1枠ね、審査員でいただいてますので、まあ、真摯にね、真摯につけたいと思います。真摯に面白いこと、ね、面白いというのをね、つけていきたいと思いますので、またよろしければ、ありがとうございます。はい。では、今日はね、そんな感じでね、そんな感じでいいんですかね、そんな感じでやってきました。では、また来年。1月1日ですね、イスト先生の、秘曲、出ます。朝9時だったような気がします。皆さんぜひ見られてください。あれは本当の最高の曲ですよね。よろしくお願いします。ありがとうございました。今年も一年本当にありがとうございました。